日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日は買い物の仕方について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日は買い物の仕方について話したいと思います。買い物、ショッピングですね。皆さんはショッピングが好きですか？買い物が好きですか？僕はまあ好きですね好きですね。買い物は好きですね。そうですね。でもまあ最近はあんまり、いやいや、しましたね。最近はあの靴を買いましたねあとはシャツを買いましたね。あとは机を買いましたね。たくさん買ってますね。皆さんは買い物をしましたか。最近買い物をしましたか。何を買いましたか。日本語で買い物をするとき、どういうふうに話せばいいのか、今日はそれを少し説明したいと思います。日本語で、日本で買い物をするとき、まずすみません、すみません、あとはすいません、これ同じですね。すいません、そう言って店員さん、お店の人を呼びます。そしてすいません、あのこれをください、これをください、これをください。簡単ですね。これをください、あとは質問ですね。例えば S サイズはありますか？ M サイズ、M でも大丈夫です。 M はありますか？ L はありますか？ S はありますか？赤色はありますか？赤、レッドですね。赤はありますか？青いのはありますか？青いの、赤いものとかね、青いものの意味で赤いのはありますか？青いのはありますか？例えばこの靴の赤はありますか？赤の25センチはありますか？25センチ、靴を買うときはセンチで言いますね。センチメートル、まああとは何かな。これをください、これをくださいでほとんど言えますね。例えば買い物だけじゃなくてレストランですね。レストランに行って、日本のレストランはメニューに写真がついていることが多いですね。例えばとんかつ定食、そういうのを見てこれをください、すいません、あのこれをください、これをお願いします、これお願いします、これください。まあいろいろな言い方ありますね。買い物とかレストランでね、いろいろなものを注文して、あとはフィッティングルームですね。これを、試着したいです、試着はあのトライのことですね。試着したいです、って言うと、はいこちらへどうぞとかね、はいどうぞどうぞと言ってね、連れて行ってくれます。日本でたくさん買い物をしてください、楽しいですよ。それではまた皆さん、チャオチャオ、またね、またね、またね。